この際だからマジに言わせてもらいますよ。私も見たことあるんです、リカちゃまの言う夢ってやつをね。え、本当なのですか？まあ細かい話は時間もありませんので省略しますが、その時の記憶だと、実はリカちゃまが死んで48時間経った後も村人は誰も死んでいないんです。その方法を応用すれば、連中の言っている緊急マニュアルってやつを否定できるかもしれない。それってどんな夢だ？悪夢ですよ。私がみんなを殺した夢です。まあそんなわけですから、逮捕令状は公務執行妨害の罪状で裁判所からもらってあります。よって現行犯逮捕されてから48時間はこの沖宮署にて身元をお預かりするということになりますよ。傷害と銃刀法違反はどうなりました？思いっきり宣言されていたんですけど。ああ、あれですか。実は入江先生から電話がありましてね。あれは改造モデルガンをあなたが店に来たら火薬の間違いで暴発したってことになりました。目撃者と被害者がそう言うんだから仕方ないし、裁判所にも報告していません。別にいいんですけどね。覚悟はできてるんですから。バカ言っちゃいけません。公務執行妨害なら所轄の判断で起訴を見送ることができますが、あとの2つは結構大変ですよ。前科持ちになるのは結構ですが、お友達と離れるのはあなただって嫌でしょうが。結構気を使ってくれてるんですね。驚きました。そりゃまあ私だって憎き園崎の娘を牢屋にぶち込んで、あのシワだらけのばあさんと子に暮らしい姉子に一泡吹かせてやりたいとは思いますけどね。あの古でけ当主を守るために命がけできてるんだ。それぐらいのことはさせてもらいますよ。でどうしますか？これから調書をお取りになるのでしたら、それなりにご協力をさせていただくつもりですが。いやいや、私らは今回完全にご手攻めですよ。何しろ相手は得体の知れない団体で、しかもこちらには味方が少ない。確固たる証拠でも出なければ身動きが取れませんので、完全に赤坂さんからの情報待ちですね。あらまあ、国家権力が何とも頼りないことで。面目ないことです。と、まあそれはさておいて、これは雛見沢の写真ですか？ええ、実は祭りの晩
組合の集会場に遺失物として届けられたカバンの中に入っていたフィルムを現像したものです。他にもいろんな書類とかね。それってまさか。察しの通りです。間違いなく行方不明になった富竹二郎さんの遺失物でしょう。しかもかなりの重要物証だ。ここに届けられたのはまさに奇跡でしょうね。東京に関すること、特に高野美代に資金や指示を出している人間とそのルートがいろいろと書かれてありましたよ。赤坂さんには情報屋を使って昨晩書類を渡してあります。おそらく数日もしないうちに東京の悪だくみ連中はこの雛見沢から手を引こうと考えるでしょうね。それじゃあリカちゃんは？ねえ、大丈夫でしょう。しかし気になることが一つあるんです。この建物なんですが、しおんさん、あなた見覚えありませんか？私ちょっと度忘れしたようで、これがどこかはっきりせんのですよ。これは、この隅に見える山の形とか建物の色、どっかで見たような気がするんですけど。どうしました？この鉄パイプ、なんか書いてますね。見えますか？ほら。熊ちゃん、ここを拡大できる？一度やってみてくれますか？了解っす。ちょっとちょっとじいさん、せめてノックの返事を待ってくださいって。アホ、そんな暇があるか。鉄平の検視結果が出たぞ。血液中に薬物等の検出は全くなしじゃ。何ですかそりゃ。そんな報告なら後でゆっくりと聞きますって。最後まで話は聞け。いいか、薬物の検出が全くないにもかかわらず、首筋の注射跡が喉の傷を外れて残っておった。痕跡が蘇生された箇所、そして時間から逆算しても残留反応がないのは不自然じゃ。しかもその傷の周辺の可能部に明らかに北条鉄平とは違う毛髪が一本発見された。それに付着した整髪料はかなり特殊な種類のものじゃな。少なくともこの村には売っておらん。じいさん、それで相手を特定できますか？ DNA 鑑定はまだ日本では導入されておらん。じゃが整髪料となれば話は別じゃ。今メーカーに問い合わせて製品の照合を行っておる。その後誰がそれを常用しているかを調べ上げれば有力な手がかりとなるじゃろう。ナイスですじいさん。それがあれば重要参考人として警察も高野一味を捜査できる。それで行きましょう。にゃっはっはっは。なんのなんの。ん？こらなんじゃ、採石場の小屋か？あ、そうか、これ矢郷地ですよ。ありゃ、よくこれでわかりましたねじいさん。もちろんじゃ、わしはよくここで遊んだ口じゃからの。それよりこの記号。リカ、大丈夫ですか？み、大丈夫なのです。多分眠るのは結構でございますが、いびきだけはかかないでくださいね。もし聞こえたらベッドを蹴って叩き起こして差し上げますから。み、それじゃあ僕も聞こえたらベッドを思いっきり蹴ってあげるのです。
どちらが少なかったか競争なのですよ。負けませんわよ。ねえ、リカ、ちょっとだけお話を聞いてくださいませ。み、どうしたのですか、サトコ。リカには話しておこうと思いますの。3年前のあの事件のこと。み、サトコ、あの話はもう忘れるのが一番なのです。いいえ、聞いてくださいまし。私、ずっと眠ってる間、あの時のことを何度も夢に見ました。何度も、何度も。それで、やっと思い出したんですの。あの日、私はお母さんとお父さんの3人でドライブに行きました。本当は嫌でしたけどね。だって、あの人、見かけは怖いのに、妙に慣れ慣れしくて、私のご機嫌を取ろうとして、きっと、今までのお母さんの恋人のように、裏表のある人だって思っていました。だから決して懐いてやるもんかって、心に決めていましたの。でも、惚れた弱み、とでも申し上げるのでしょうか。お母さんはその人の、そんな見せかけの優しさを本気だと受け止めて、随分入れ込んでおられました。それが、私には、歯がゆくて口惜しくて仕方がなかった。お母さんは騙されている。そして、またしばらくしたら喧嘩して仲が悪くなって、そして別れて悲しい思いをするんだ。だから、私がいつものようにいろいろと追い出してやるつもりで、その人に嫌がらせをしてやりましたの。そうすればきっと、その人のメッキが剥がれる。それを見れば、お母さんの目も覚めると思って。だって、今までずっとそうでしたから。でも、その人はいつもと違った。怒るよりも、いつも思い悩んで悲しそうで、夜中でもお母さんとずっと私のことで話し合っておられました。それが私には余計に気持ち悪かった。きっとこの人は何か企んでいる。そしてお母さんを味方に引き込んで、私を邪魔者扱いしてこの家から追い出すつもりなんだ。いや、もしかしたら私を事故か何かに見せかけて殺すつもりなのかも。そんなことをずっと考えていました。だから、ドライブで行った先で、一緒に川を見よう。そう言って誘われた時は、きっと私を崖から突き落とすつもりなんだと思って、車の中に残ることにいたしましたの。そして、車内に一人になったら、急になんだか寂しくなって、悲しくなって、そして、怖くなりました。やっぱり、私は、お母さんたちにとって邪魔者なんじゃないかなって。だからもしかしたら、二人きりになったことをいいことに、お母さんとあの人は、私を殺す算段をしているかもしれない。そう思ったら、耳の奥でキーンと嫌な音が聞こえて、全身が虫に刺されたみたいに痒くなって、気がついた時には私、車から出て、物陰から崖に立つ二人を覗き見ていましたの。そしたら、大丈夫ですか、あなた。昨日も遅かったみたいですけど。ん？ああ、もちろんじゃ。なんせ賛成派の連中の仲介役は、わしでなければ務まらんからの。下手に顔を出せば、その先のばあさんのお怒りを買うって、みんな震え上がっているんじゃから。そんな役回りですね、本当に。まあ嫌われることには慣れちょるわ。こんなこわもてでのぶとい声じゃ、
疲れる方が珍しいわい。私も最初はそうでしたよ。初めて会った時の怯えた顔、今でも忘れとらんぞ。まあ、そのせいで里子ちゃんには申し訳ないことしちょるがな。あなた、わしの夢じゃった。優しい女房、可愛い子供、ほとんど諦めていた分、一度に手に入ったのが本気で嬉しくて浮かれてしもうた。そのせいで里子ちゃんにはいろいろ誤解させてしまったんじゃろう。あの子は悪ない、わしが間違っておったんじゃ。そんなこと。それにわしがお寮婆さんに逆らったせいで、さとし君とさとこちゃん二人には本当にすまんことをしてしもうた。村の連中が冷たい仕打ちをしていることくらいわしにだって分かっとる。けど賛成派の連中の手前、ここで屈して頭を下げるわけにはいかんのじゃ。大丈夫ですよ、二人とも強い子です。いつかきっと分かってくれると思います。私がいけなかったんです。ちょっと言い寄られて、優しい言葉をかけられるたびに浮かれて、相手の人に嫌われまいと、あの子を邪険に扱ってしまった。どれだけ里子が構って欲しがっていたのか考えもしなかった。あの子にはどれだけ詫びても足りん。だから国から補助金をもろうて引っ越したら、精一杯償いをしたいんじゃ。わしらのことはいい、あの子が幸せになれるように。ええ、その後、どれくらい時間が経ったのか、よく覚えておりません。でも、気がついたら、私、地面に転がっていましたわ。そして、顔を上げたら、見えたのは、無残に壊れた柵。お母さんと、お父さんは、どこにも見えなくなっていたんですの。里子、それは本当なのですか？正直、今までずっと自信が持てませんでしたわ。
私はずっとお父さんのことが嫌いだった。だから今度も嘘っぱちで、本当は私が二人を殺しただけなんじゃないかって。でも、最後に見たお母さんとお父さんの顔、はっきり思い出したんです。私を一緒に落とすまいと、懸命に私を突き飛ばして。そして、私が無事だと分かったら、二人とも、笑って。サトコ、もう、いいのです。もう、本当にいいのですよ。いいえ、リカ。もしかしたらこれは、私の逃げる気持ちが生み出した虚言かもしれない。でも、目覚める前に、夢の中の声が言ってくれたんです。夢？ええ。どうか、泣かないで。あなたを救えて二人は、最後まで喜んでいたから。その言葉が、私を救ってくれた。ずっと自分の記憶の中に封じ込めていた、私の罪を、許してくれた。あの声は、もしかしたら、リカの声だったのかもしれないって、今なら思います。だから、あなたのことは、この身に変えても守ってみせます。それが、私の食材と、生きがいなんですわ。だから、どうかこれからも、協力してくださいましね。サトコ。僕は、サトコの友達でいられて、本当に良かったのですよ。私もでございますわ、リカ。お疲れさんです。今のは誰からです？今度はうちの所長っすよ。だんだんと手強くなってきましたね。けど、俺の敵じゃないっすよ。覚悟を決めた男の力ってやつを見せてやりますって。それにしても、所長が今日所長会のゴルフでよかったですね。直接来られたら少々うるさかったでしょうし。ゴルフ場から電話とは、仕事してんだかしてないんだか。大高君め、所長と一緒に乗り込みたかったろうに、今頃悔しがってるぞ。間接攻撃でダメなら、次は直接攻撃ですかね。乗り込んできますか？大高のやつ。所長が捕まらないんじゃ、自分で乗り込むしかないと踏むでしょう。もうじき8時半か。下の窓口が開く頃だ。大高くんの性分だと、多分堂々と胸を張って正面からやってくるでしょう。自分だけが正義だと思ってる奴にありがちっすね。よし、水際撃退と行きましょうかね。熊ちゃんは取調室を頼みます。例の現像は終わりましたか？もう少し。ああ、今来たっす。こっちこっち。
よ、おはようございます、大鷹くん。これはこれは、おはようございます、大石さん。それから、私のことはくんと呼ばないでください。もうあなたにくんで呼ばれるような立場ではありません。まあまあ、そんなこと言わずに、大鷹くん。同じ宅で麻雀を打ったよしみじゃないですか。あなたとゆっくり休校を温めたいところですが、今日は急ぎの用事がありますので、失礼させていただきます。まあまあ、そう言わずに。あんたが交流剣道大会で、症状の執行委託を忘れて泣きついてきたとき、助けてあげたでしょ？こっそりステージ裏で書いてあげたから、無事表彰式ができたんじゃないの？その件については感謝していますが、今は関係ないことです。ありゃ、感謝してくれてましたの？なっはっはっは、そりゃ失礼。そういう話はとんと聞いたことがなかったもので、県警では私が書きたいとわがまま言ったから、執行委託を断って、わざわざ書かせてやったんだって話で通ってましたよ。症状の文字があまりうまくないので、どういうことなんだと本部長に聞かれて以来のあなたの言い訳のはずですが。さあ、どうなんでしょうね。誰かが誤解してるんじゃないですか。私はそんなこと言ってませんよ。県警本部はあなたの島だろうが、あいにくここは沖宮署でね。あんたの思い通りにゃそうそうならんってことです。ほう。それはどういう意味ですか、大石さん。あんたがここへ何しに来たかは知らんが、あんたの島は極楽だ。沖の宮じゃない。おとなしく引き上げてもらいましょう。何の権限があってだね。そちらこそ何の権限があってですかな。県警本部で現在捜査中のある秘匿捜査事件についてだ。その件に関連があると思われる重要参考人がこちらにいると聞いてね。なら電話でお問い合わせを。沖の宮はね、貧乏人の町ですから、オーダーのスーツなんか着てるボンボンの来るところじゃないってことです。なるほど。しかし、署長から被疑者を県警本部に引き渡すよう命令が来ているはずです。あなたエリートなのに、一罪、一逮捕、一拘留の原則を知らないんですか？被疑者は公務執行妨害で逮捕令状を発行し、それに基づいて取り調べを行っています。起訴するまで48時間以内は所轄に拘留する権限があるんですよ。ならさっさと起訴して送検してください。いやー、そうしたいところですが、今回の被疑者、ものすごく口が固いやつでして、黙秘を貫いてなかなか自供してくれないんですよ。な、なら、その取り調べに、我々も立ち会わせてもらおう。嫌です。はぁ？私は県警本部の秘匿事件担当として。それが本当なら、私はあんたの刑事魂を疑わない。刑事魂は高潔だ。そりゃあ、お給料がもらえなかったらこんな商売誰だってやりゃしないです。ですがね、それだけじゃ測れない魂がなきゃ、刑事は務められないんです。あんたにその魂があるってんなら、私はここを譲りますよ。そこを譲ってもらいましょう。私も刑事魂でここに来ています。そこをどいてください。なら
私をその刑事魂で押してどかしてみなさい。ほれ。なんですって？あんたの刑事魂が私の刑事魂に負けないくらいに重いものなら、私なんか簡単にどかせちゃうはずですよ。ほれ。試してみなさい。あんたに取り調べの決定権はないはずだ。警部より下の人間に容疑者を交流できるとでも思っているのか。なあ、それならうちの三田警部に交渉。彼に今回の取り調べの許可をいただいておりますので。と言っても今別件の捜査に出ていますけどね。ならさっさと呼び戻せ。呼び戻せだ？言っときますけど、彼は気弱だが、信念はとびっきり強い男だ。同じ警部なのにあんたとえらい違いでね。簡単に脅しに乗ると思ったら大間違いですよ。どきたまえ！今すぐどかなければ、捜査妨害で君を告発することができるんだぞ！ほう、それどんな捜査ですかな？話してくれりゃ協力もしますよ。だから君もわからない人だな。秘匿捜査だから君ごとき田舎署の刑事には話せんのだ。なるほど。全部話せないなら一部でもいい。あんたその仕事に何を背負ってますか？背負う？何を言ってるんだ。私はね、背負ってますよ。私の後ろには村の住民の命運2000人分があります。あんたを通せば2000人、いや、そのご親戚やご家族も含めればもっともっと大勢の人が悲しむことになる。あんた分かってますよね？何の話かさっぱりだ。腹を割ってやる。あんたの飼い主は恐ろしいことを企んでいる。あんたはそこまで想像がついちゃいないだろうが、何千人もの人が不幸になる恐ろしい陰謀を企んでいるんだ。そいつがくじかれる瀬戸際だってんで、多分家に帰ってくつろいでいたあんたを呼び出してすぐに調べろと命じたんだ。いくらの小遣いで頼まれてるかは知らんが、それがあんたの刑事魂より重いってんなら、何を言っているのかさっぱりわからないですよ。とにかくそこを通してください。おお、待たんかい。話はまだ終わってませんよ。話してください、大石さん。ありゃん、大して力を入れてるつもりはないんですがね。あんたに真の刑事魂があったなら、こんなのには屈しない。私なんかあっさり打ち倒して踏み越えていくでしょう。だがあんたこの程度の腕も剥がせない。なんでかわかりますか？話せ！てめえには刑事魂がないからだよ！これは捜査妨害だ。公務執行妨害。いや、
傷害の現行犯だぞ。緊急逮捕しろ。どうしましたか、大石さん。いえいえ、県警の青二歳が筋の通らんことを言い出したもので、ちょいと先輩として指導したまでです。なるほど。あなたの言い分はわかりました。私も子供の使いでここに来ているわけじゃない。いい根性です。胸を貸しますよ。わかってこいよ、二世が！うわ！甘いわ！そんなもんか！くそお前の刑事魂はそんなもんか！俺は、雛見沢2000人を背負ってる。諸葛艦内2000人の命を預かってる。ならば、2000人を押しのける気迫で今回！どうやら熱くなりすぎてしまったようです。まあ、あなたのような乱暴者をまともな手段で説得しようと思ったのがそもそもの間違いでしたね。一応こちらも今までのよしみを含めあなたの顔を立てるつもりでいたんですが。ありゃりゃ、そうだったんですか。私そんなこと全く気づきもしませんでしたよ。いやいや、それにしても驚きだ。あなたが恩を感じていたなんて。こりゃ明日は大雪ですかね。だがたとえあなたがどんなに無茶を通そうとも、警察官として禄をはむ限り警察の規律と上の命令には逆らえないはず。私は刑事部長の依頼を受けてここにやってきたのです。その意味わかりますよね。確かに刑事部長さんからの上位下脱ならば、我々ペーペーの平刑事はおとなしく聞くしかありませんね。で、あるんですか？その刑事部長さんの代理でやってきたっていう証拠が。もちろんです。さあ、よく読んでください。あなたの捜査に最優先で協力するよう刑事部長さんのハンコ入りで書かれてあります。むむむ、これは
あなたに逆らうわけにはまいりませんね。分かってくださればそれでいいんです。さあ、私を園崎シオンのところまで案内してください。そして護送の準備を。後の取り調べは五蔵の方で取り行わせていただきま。ならばこっちはさらに上ですね、大石さん。え？お、おな、はっ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 は、友一やん、待っていました、待っていました、ナイスタイミングですよ。だから大石さん、職務中くらいその友一ちゃんはやめてくださいって言ったじゃないですか。まったく、怪我人をこんなところに呼び出して。いや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 、すみませんね、本当に。お怪我の具合はいかがですか？見ればわかるでしょ？急に電話してきて、一方的にとんでもない頼み事してくるんだから。後でちゃんとお返ししてもらいますからね。なんだね、君は。今大事な話をしているところだ。後にしとめ。警察庁広報室の報道係長を務めております警部の美奈と申します。よろしくお見知りおきを。警察庁広報の人間が一体何の用だ。ここはテレビ局じゃないぞ。ええ、理解しております。それくらいは。大石刑事、警察庁長官官房より通達を申し上げます。現在あなたが担当中の事件被疑者は、現時点をもって広域指定捜査の重要参考人となりました。よって彼女の身柄は警察庁の管轄下に置かれます。以後速やかに捜査資料の引き継ぎ等の作業に取り掛かっていただきますようよろしくお願いします。何？なお、現在経過中の勾留期間は本日9時をもって破棄とし、以後は本事件の捜査本部がある愛知県警本部に身柄を移していただきます。この通達は警察庁長官官房長の承認にて発行されたものです。大石刑事、異存はございませんか？警察庁のお偉いさんのご命令とあれば致し方ありませんね。非常に残念ですが、おとなしく従うことにいたしますよ。うん。ちょっと待て、被疑者の移送命令はこちらが先だ。いえ、こちらが先です。あなたの命令書は本通達によって同時に破棄扱いとなりました。どうか警察の規律と上の命令に従っていただけますよう。要するに、とっとと尻尾前で帰れてんだよ、このヘタレ当変僕。これ以上ガタガタ抜かすつもりなら、あんたの部長と一緒に殺長から召喚かけて左門の場で白黒つけてやんぞ。あ、つい切れちゃって。ああいうやつほんとダメなんで、すみません。いえいえ、なんのなんの。おかげで私、自分でぶん殴りよりもスーッとしましたよ。
こっちこそすみませんね、無茶言ってしまって。怪我、本当に大丈夫ですか？大丈夫ですよ。まだまだ大石さんにはお返ししなきゃいけない恩がたくさんあるんですから。これくらいのことはぜひ頼ってください。あと例の焼死体の鑑識結果と関連の資料を大石さん宛にファックスと郵送両方で送ってあります。それで実は私の部下の一人が遺体が高野美代本人ではないという有力な手がかりを見つけてくれました。ほう、それは？鑑識の歯の治療跡ですよ。確かに数ヶ月前被害者は歯の治療を行っていて、その歯科には彼女のカルテがあってそれと合致しています。ただ受付の看護師の一人に写真を見せて確かめたところ、高野と名乗った人物とは違っていたそうです。なんと、それはどういうことですか？保険証を使った簡単なトリックですよ。あれには写真がありませんから、本人だと名乗ってみせれば問題なく使用ができる。そして高野本人として治療を行った人物を犯人は焼き殺した。なるほど。ありがとうございます、ともえちゃん。これでなんとかなりそうですよ。お役に立てて何よりです。それじゃあ私戻りますね。大石さん。はい、何でしょうか？信じる者は救われるってどこかの宗教家が言っていた言葉、今なら私それが本当だったと断言できます。だから頑張ってください。大石さんの願いも叶うよう私も祈っていますから。ありがとう、ともえちゃん。さて、私も取り調べに戻りますか。赤坂さん、待ちかねましたよ。遅くなってすみません。例の件ですが、おかげで動きがありました。司法取引で明日中にでも結論を出せるそうです。かなりの大物が動いていたので内心どうなることかと思いましたが。え、そいつはひょっとしてつい先日にテレビで報道された例の政治家ですか？ええ、確かにあれくらいの地位にある奴が黒幕なら公安の捜査に圧力をかけることができたのも頷けます。とはいえ私たちは仮にも次期首相候補と目されていた実力者がこんなリスクの高いプロジェクトに関わるわけがないと当初は思っていました。しかし奴はそれに飽き足らず、プロジェクトを立ち上げた亡き政商の金脈を独り占めにして、さらに権力を拡大しようと目論んでいた。もっともその野望も
今回の逮捕で夢物語となり果てましたがね。そして鷹の実を動かそうとしていた連中は敵対勢力であるそいつを排除するのが目的だったようです。しかし逮捕された今となっては危険を冒してまで彼女を焚きつける理由がなくなった。ですからおそらく鷹の実をのバックに控える黒幕どもはこのまま彼女を切り捨ててフェードアウトしていくものと思われます。近いうちに連中は強行を起こそうと起こすまいと自分たちは今回の企てに無関係だと彼女たちに通達するでしょう。そう突き放されれば鷹の実をも陰謀を実行したところで無駄だということを知って諦めざるを得なくなる。公安としても結果として外事的に問題のあった政治家を排除できたので彼らの以後の保身活動については黙認してやるつもりです。あくまで今回はですが。まあその顛末はまだ末端に行き渡っているわけではありませんから抑止力が働くのは明日以降となります。それまではリカちゃんの身の保全を継続してお願いします。私が動くよりも若い人たちがずっと積極的に頑張ってくれてますけどね。大石さん！何ですか、熊ちゃん。あんまり大声出すと、一般市民の方まで驚いてしまうでしょうが。それどころじゃないっす！ああ、赤坂さんも！ちょうどいいっす！早く来てください！何ですか、あなたたちは。どこへ行こうというんです。そんな格好でこの先に立ち入ることは私が許しません。おい。はっ！何をする！こんな狼藉が許されるとでも、案内してもらいます。北条里子はここにおりますんで。男ちゃんは今絶対安静なんです。一体あなた方は何の目的で入院患者にこれだけ大勢で押しかけてきたというんですか。おい、正気ですか。彼女をここから連れ出して一体どこへ連れて行こうというんです。答える必要はありません。私は上の命令で動いているだけに過ぎませんで、文句がありましたらそっちにお願いします。上？あなたの上とは一体誰のことです。三佐ですわ。
鷹の三叉に抗弁してくだせ。鷹の三叉ですって、バカな。彼女は死んだと昨日あなたが自分で報告してきたんでしょうが。しらばっくれるのはもうやめましょうな、ミサ。何を、あ、所長、あんたにはスパイ疑惑がかかっております。これ以上こっちの行動に対して邪魔するようでしたら反逆行為として拘束しますけど、よかですか。スパイ、私が何を根拠もなく。フルデリカの失踪情報が東京本部に漏れたのはあんたからのリークだと私は睨んでるんですがね。埋伏の毒とはよく言ったもんです。ぼややんとした外見に騙されるところでしたわ。おい、連れ出せや。連れ出してどうするつもりです。この子に何の罪がある。この子が一体何をした。こんな非人道的なことを許されるとでも思ってるんですか。北条里子は R およびその崎シオンの重要関係者です。現在その崎シオンは R の行方について黙秘を続けているといいますが、この娘の身柄と引き換えといえばどうなります。この恥知らずども、この子に少しでも触れてみろ。貴様ら全員ただで済むと思うな。もう一度だけ言います。邪魔をするな。私はこれでも医者だ。そんなことをたとえ命と引き換えでも認めるわけにはいかない。そうですか。なら静かにしていただけませんこと。うるさくてよく眠れませんわ。さとこちゃん。ほう、意識が戻っとったんですか。どういうことですね、所長。今起きたところですわ。これだけギャーギャー騒がれては死人だってびっくりして飛び起きますわよ。大体情けないとは思いませんこと。こんな小さな診療所に軍隊だかなんだかよくわからない格好の殿方を大勢集めて退山命導してネズミ一匹とはよく言ったものでございますわ。なんだとこの小娘。そんなにこの小娘が恐ろしいんですの。連れて行くならこんな脅しをなさらなくてもどこへなりとも回りますわ。何も知らない、何も企みも裏表もない監督に乱暴なことをなさらないでくださいまし。連れて行け。どうした。何でもありませんわ。足に力が入らなかったから気合を入れただけですの。
さとこちゃん。監督、今までありがとうございました。ニーニーたちのことよろしくお願いしますね。私はそのお気持ちだけで十分でございますわよ。仲間を守るためなら私は命だって惜しくはありませんから。入江所長、詳細は後日にでも頼みます。おい、所長も別室にご案内しろや。